私は何やればいいんだよ。いやもう球を出してくれれば、うん、それは、ね、得意、はい、得意だよね。よう言うよ、言うよ。はい、やったー、やりました。いきます。おー、俺は天才だ。あー、来た来た、遊びました。え、何今日すごい気が合うじゃん。でもまあ目玉がつくだけでもめっちゃ頑張ってくれたよ。やばいよね。やばいよね、うん、いやさっきなんかそのサムネのさ画像みたいな感じでさ、サムネの写真を撮ったね。でノーマルカメラで撮ってもらったんだよね。あ、そう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 。もうアプリに慣れてるから、うん、あれはね、わかるわかる。自分の無事さに損引きしたもん。そんなにさアプリで変わらなくしてたと思ってたけど、だいぶ違った。だいぶ違うよね。ブスすぎた。そんなことないよ。今ね、うちの新人で、うん、あのレンレンちゃんとかが、あ、はいはい、そのな TikTok っていうんですか。TikTok ね、はいはい、わかるよ。まあ、なんか踊りながらやってるじゃないですか、はいはいはい、あんなやらないんですか、二人は。なんかこの前ね、友達とやったんです。はいはい、やったんですか。けど、にじみ出る30代感がちょっと悲しくて。え、でもさ、一回やったよね、リナとか。やった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 、なんだっけ。あ、リナと4人でさ、キュンですよ、やったよね。あと20のさ、でもそれは誰にも公開することなく動画だけを撮ったの。ちょっと公開してくださいよ。いや、無理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 。ちょっと待ってよ、じゃあ今日撮らしてよ。いや、嫌だ。いや、無理無理。まあそういうのもやってこうかな。おお、本当に32歳で TikToker 行こうかな。全然30代でも40代でもやればいいじゃん。なあ、ね、やればいいやんな。やってる子やって。おお、うん、保留です。ただ安心はできへんよ。確かにね、保留外してると何回か見たことあるから。いや、ほんまや。いやけど、止めますよ。いや、ちょっとびっくりした今。初めから金保留っていうのはね。あ、そうね。いやー、絶対。あ、いやー、これは激推し。これは、これは大丈夫。もうこのドルミさんから大丈夫って言われただけでめっちゃ安心するんです。あ、真剣ゾーン入る。真剣ゾーン入る。入るね。もう贅沢。おっとっと、真剣ゾーン。え、急に来たよ。でもどっかで外れてる絵も欲しいと思って俺がおる。演技でもないことを言わないでください。外れたらどんなリアクションすんだろうって体勢で俺もおる。これは外せないのか。外せない。扉は赤、欲しい。あー、ちょっとこれ嘘、唯一怖い要素。金保留やもんだ、うん、大丈夫。金保留、あ、これ本当に大丈夫です。あ、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 大丈夫です。大丈夫です。これまた煽り来てくる。もう一回入ったらやばいよ。え、もう一回入る、ここ入るの。あ、たまにね、金保留出るとこうやって意地悪してくるんだけど、うんうんうん、お、ちょっと待って。あ、ちょっと、ここ、チャンス。二人ともまた保留変わりな、な、変わってないから、うん、これはちょっと弱いかな。こっちも気になる。どっちも気になる。気になる。あ、大丈夫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 だよね。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これでもめっちゃ緊張する。緊張するな。大丈夫。さすがに。よかった。でもギリも持ちメダルです。ギリ持ちメダル326回転。よかったよかった。次はドレミさん。あー、次ドレミさん。私見てますからね。あ、ある、ある、あるかもよ、ある、あるかもよ。
仲良し、はい、仲良しです、すごいね、また同じタイミングすごいね。さあ、もう一回見てみてこい。とりみちゃんはもうすっといってほしい。すっといけ、すっといけ。おお、すごいんだけど。今日は乗ってます、私、最高、本当に最高。ちょっとご飯の時間はお預けになりそうですね。あ、もういや、私はとりあえず引き戻ししないとね。もう一回ジャギでいきます、私ね、はい、引き戻しのマリジョ、引き戻しのマリ&ジャギで引き戻すことは大事。人生がめちゃめちゃだった時も引き戻しておりますマリジョ。確かに人生引き戻してますから、人生引き戻してますから今確変中なんです。そうですよ、北斗無双ぐらい余裕で引き戻せますよ。あ、戻せる戻せる、引き戻し成功してるもんね、人生の。いや本当に成功してると思う。なんなら確変中ですよ今も。ずっと確変中かもな。本当だよ、まあ終わりますけど、そういうのは、まあ、まあ、まだいつかはね、うん、でも今は楽しんだもん勝ちですから。あ、さっきみたいに連チャンするのは難しいかもしれないけど、いける、いや、いける、ね、今のドレミならいけるよ。とりあえずここで落ちなかった、それが怖い。波が来てる、波が。さあ、大好きなシーンです。あれろあれろ、ゴルゴ、ゴルゴ13ゴルゴ13です。ゴルゴ線っていうらしいですね、あれを。あ、そうなんだ。ゴルゴの目の下にある線のことをね、なんか年取っていたらゴルゴ戦できるらしいですよ。それ嫌やな。やばいね、ゴルゴみたいな顔になったらいや、多分眉毛は太ならへんと思う。リリしすぎん。オッケーオッケー、王道のパターンですね、これは。そうですか。おお、これ外したらむしろこの後心配、ね、素晴らしい。いや、本当に赤文字、赤文字、ちょっと期待しちゃうね。お願い先生。おー、あー、こうなるとちょっと不安だね。こうなると厳しい。ヤギの場合はちょっと分かんない。厳しそうやな。おお、諦めかけた、その時絶対無理だと思って。やっぱ諦めちゃダメなんだね。絶対ダメなんだ。え、絶対ダメだと思ったよね。今のはちょっと弱いなと思った。えー、やった、すごい。引き戻しのジャギですわ、やっぱり。引き戻しのマリアですね。ありがとうございます。しかも、しかも取ってますね。撮ってる。でも撮って、嘘、撮ってる？撮ってる。マジ？撮っちゃった？撮っちゃってるわ。撮っちゃった。あ、撮ってました。撮ってました。あら、ちょっと私、あ、いただきましたよ、これ。しかも3時からは大当たり濃厚。いただきます。これはもう食いしん坊だな、食いしん坊だな、今日本当に。はい、わかりました、ありがとう。安心できる。なんか背中を今ボリボリ描きながら、あたりの顔を見て、悪い花魁でしたよ今。ボリボリ描いてた。悪い花魁の顔してました。ボリボリ描いてた。すごい無意識だった。え、でも私は無意識
好きに書いてる、書いてる。背中書きながら、好きな漫画を語るんですけど。家か。家じゃないよ。家みたいな感じに錯覚しちゃうんですよ。むしろ家じゃなかったんだ。あ、ね、錯覚しちゃうよね。家だもん、ほぼ。確かに。あー、16取れた。素晴らしい。これもいいんじゃないですか。私は引き戻しをして駆け抜けてしまいそうな予感がちょっとしてる。あと40回、まだまだまだだよね。まだまだまだ、いけ。お、ゼロゼロ。おお、これは結構大、いいよ、大チャンス。あ、1連敗。なかなかゼロいかないからね。おお、私もリーチになれました。オッケー、レイ。Pさんの好きなレイ。大好きです、うん。イケメンだよね。イケメンだな。めっちゃイケメンだね。最後シリギアもかっこよかったじゃないですか。あの白髪になるのがかっこいい。大丈夫かい？大丈夫かい？大丈夫かい？あ、いいよ。お、減った減った。お、減った半分まで。奥義が出れば王道パターン。あ、いいんじゃない？あ、私もビリビリ。あ、落ちた。いけいけいけ。さあ、あとドレミ。ドレミは行かず。いやー、ここは行きたかった。行きたかったね。3。あー、ないかー。お、16ラウンド。やりました。素晴らしい。駆け抜けるかと思いきや、いや、やっぱり基盤ちょっと良かったよ。いや、ほんまに。な、もうピーさんのアドバイス通りです。やりましたからね。本当に作戦成功。やっちゃいそうです。ああ、一応貯めてきましょうね。これ、これとお先に3連で終了です。おお、それと、いや、マジでいかないからね、これ。しかも煽りなかったのに。レイダー、叩きを打ってくれ。大好き。私も1万発を目指したいよ。ねえ、2人で3万発くらい出したらやばいよね。本当に。さあ、もしかしたらこのまま行きますと前後半、マリン城のトークがないまま、あの北斗武将の当たりだけで終了するかもしれない。いや、本当に。マリン城市、おー、行きました。マリ城史上最高ね、パチンコ番組してますよね。でもやっぱりさ、仲良し枠で出てるからなんか喋りたいんだけど、ね、させてくれないね。まあいっかってなってる自分もいるもんね。やっぱりね、出玉が出すぎるとね、うん、やっぱ嬉しいもん、シンプルに嬉しい、本当にめちゃめちゃ嬉しい。いや、これを味わうとやっぱやめられないね。いや、そうだね、確かに。なんかパチンコ番組みたいな話してる。これだからやめられないんですよね、パチンコね。いや、まあでも残り10回転で当てるのがナンバーワンだから。そうだよね。そんなプレッシャーをかけてくるんですか。まあそういう感じで見せて行きたいよね。いや、でも最高に嬉しいよね、そうなったら。そう、最高に嬉しい。割れろー、叶うぞ。これ割れたら激アツ。お願い、もういったなー。うわ、今のもラストチャンス。3、2、あー、ナンバーワンほど遠い。
3連チャン。でもそうやって考えたら同じ3連チャンでも16、ね、16全部16か。さあさあ移動します。あ、あれか、何どうした触ってない。え触ってないよ。触ったっしょ。なんか引っ張られたけど大丈夫かよ。あ、大丈夫。変な引力にこう。え、ちょっと待って、置いてかれたんだけど、普通に。ちょっと待って、慣れてないから。慣れてない、置いてかれたよ。こんなに置いていくんやろ。置いて、いや、もう座ってんだけど。え、でもあんなこう、そんなことある？置いていくとかある？それにさ、ね、なんで置いていくの？びっくりした、びっくりした。え、なんかソードとか気にしないのは。いや、そうだけどさ。いや、気にしないじゃん、むしろ。いつも私置いていくくせに、そうやってあの、何十万回再生の動画の前で言わないで。ずるいよ。いつだって置いてくじゃん、私のこと。いや、置いてかないよ。置いてくじゃん。待ってるじゃん。待ってないじゃん。あなたがいつ待ったのよ、私を。待ってるよ、いつまでも、私は。待つタイプの女ですから。いや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 、はい、じゃあウルトラマン太郎、ま、ね、はい、スタートします。はい、ちょっとびっくりした。当たりもさ、当たってしまえば、うん、当たってしまえば早いから。なるほど、消化は早いと。一攫千金タイプ。ウルトラマンって本当にね、いきなり知り上がりな展開になる時があるからね。めちゃくちゃ激アツでも当たんなくても、上がれ。お、あ、もう上がったよ。いきなりチャンス。これだけでね、45% ぐらい。 45% でかいでかい、うん、あ、ちょっと待って、しかもピング上だから絶対共闘来る。あの、ウルトラマンが助けに来るの。 あ、はいはいはい、あ、ちょっと待って、私も忙しい忙しい。どうなん？これはね、京都来るんで、京都大チャンス、ね、うん、絶対、はい、キングジョーの場合はね、はい、いやいやいや、チャンス、そんな急に？すごいね、明らかにチャンスよね。私も紫オリュー。あら、紫オリュー、一緒一緒。京都、あとはここでウルトラインパクトが来るかどうか。来るかどうかだね。ちょっと待って、私も大チャンスまではいかないけど、来い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 。あ、でも金カットインが出たら大当たり。ここで、ここでカットイン。お、ああ、そんなことある？同じ流れ、そんなことあります？同じ流れ。私はちょっとダメだったけど、ああ、ダメだ。いや、ドラミさん選択します。私はちょっと弱いキャラクターなんで、まあ共闘に期待。移動してすぐチャンスがあったけど私はダメでした。あ、私はね、共闘は来なかったです。ウルトラマン一人、太郎ね。今クロちゃんみたいなの出てた。クロちゃんクロちゃん出てきた？クロちゃんいました？こんなんでサクッと当たっちゃえばね。いやー、サクッと行こう。来い来い。あー、これは厳しいな。ないパターン。当たっちゃえ。いけ。まあ弱めだったからな。いや、でも楽しいね、なんかこう楽しい、動きがあるからね。いきなり動きがあるといいね。なんかこんなにいい展開があんまりないから、うん、球を増やしたい増やしたいっていう気持ちが、あの、全然喋ってないもんね、前のめりに行ってしまう。理由はさ、うんうんうん、お前なんていらねえよとかそういうことを言われたり、誰だよお前って嫌なことを書かれることが想像ができたからさ。
でもさ、それみんなそうじゃないかな。なんかなんていうの、私もいらねえとか言われることもあるし、あるあるある。あんだってあるんだよ。あるまあまあね。もちろんマリエにはマリエにしかわからない辛さがあると思います。うん、やっぱでもね、そうだね、コメントとか、おーと二勝時フラッシュ、二勝時フラッシュ、これだけ 21% ある。おー高いな。でかいでかい、 21% 意外と当たりに絡むからね。脅かすだけならやめてよって感じよ。おこの赤もセブン、今のはセブンだったけど、はい、あ、太郎か、太郎だったけど赤背景でしたね、チャンス目が。何がどうなってまだ疑似連、まあ、とりあえず疑似さんまで、疑似さんまでね。さあ疑似さん、あ、ちょっと待って、スタンバイ来た、スタンバイ、あ、スタンバイ保留は 30% 超えるんだけど、うん、超える、はい、どこでこのスタンバイのボタンが出るかによって全然違うんだよね。なるほど。あ、今もとりあえずまだ、あ、これはバッチですね、変身バッチ、バッチ、これがちょっと早かった出るのが、あ、違うわ、変身バッチはただのかっこいいんだったから、かっこいい、発展はするんだけど、うん、そんなにずっと取っといてほしかった、もうちょっと。なるほどね、なるほどね、うん、でも結構このスタンバイ保留がね、つながるあたりに、うん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 、で、バートンは一応キャラの中でも熱い方だから、はい、熱いバッチ完成した、さっきでしょ、はい、お、しかも、あ、今日、え、これ何、これゾフィー、めちゃくちゃ熱い、熱い熱い、熱い、あ、ゾフィー熱い、あるあるあるあ る, あるなんか前回からウルトラマンしたけど悲しい話をしたら当たる、なんか悲しい話をしてたのね。 あとはウルトラインパクト待ち、そうか、インパクトが来ればだいぶ違ういいのね、はい、ここでまだスタンバイ保留が点滅キャラすると、あー、あー来ないよ、ダメダメ、でもまだ金カットインが残ってるから、もしかしたら、うわー、お願い、これは欲しい、はい、ゾフィーはでもまだお母ちゃんが来るかもしれない。お母ちゃん、お母ちゃん来るかも、お母ちゃん、はい、ごめん、悲しい、ゾフィーはなかなか出てこないから、そうなんだ、やっちまった、一応そのウルトラ6兄弟の中では一番熱いキャラ、まあでも見せれてるよ、マリジョ、うん、大丈夫、当たらでも見せれてる、当たりが欲しいよ、当たりが欲しいです、私顔が痒くなってきた、顔が痒いのか、なんか昨日からちょっとなんかね、アレルギー気味なんです。なんかないない、アレルギーなんて、今日もアレルギーって言ってたの、思い込みアレルギーや、あのアレルギーに苦しまされてる、思い込みや、はい、ドレミさんのアレルギーは全部思い込みアレルギーで、一応全部病院とか行ったらあのアレルギーはないですよっていう風に言われてるんで、いや違う、だから言われてるって言ったんじゃなくて、そうそうそう、勘違いアレルギー、その可能性を秘めてる、その可能性を秘めてる、秘めてる、何やねんそれは、そうやって言ってたもん先生が、はい、ただ一応いろいろ血液検査とかめちゃめちゃ詳しい検査をしたらしいんですって、うん、アレルギーやったんかどうなのかっていうのをイエスノーで言うたら、ノーでしたね、ね、ノーだ、ノーです、ね、ノーとは言いたくないな、うん、アレルギーなんだもんまあでもなんか先ほど言ったその嫌なコメント見るの怖いって言ったけど、あんまりそのドレミさんに関してはアンチコメントが多いイメージはないんですよね。いやいや、私はありますよ。ないない、ありますか、あのアンチというか、誰だお前、まあ容姿のことですよね。それはそれこそキャバクラやってた時もそうです、ブスブス言われてたから。あ、そうなんや。でもその例えば真っ当な指摘とかはいいとは思うんですよね。あ、そうですね、批判とか、あ、まあまあ確かに。でもほんまにこう本人が努力してもどうしようもないところでの、うん、そう書き込みというか、確かに、うん、それってなんであんなこと書くんやろうなっていうのはよう思いますね。なんか一番ちょっと困るのが、なんかその負けすぎててネガティブな発言をするのは演者としてどうなのかみたいな、はいはいはい、コメントがあるんですよ。だけど確かにめっちゃ負けてて、8万負けてたとして、めっちゃ凹んでさ、もうダメだみたいな言ってたら、なんかネガティブ発言やめろみたいな。いや、でもさ、やばくない ?8 万負けてもヘラヘラした、そっちの方がやばい。やばいんだけど、でもそしたらどうしたらいいんだろうってなっちゃうな、みたいな。そう、だから、結局そういう意見に左右されちゃうから。そう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 。だからどっちに転んでもなんか言われるんだったら、うん、まあ見ない方がいいな、みたいなのは思うかなとは。ロバと老人か。なんかロバを、
あの売りに行こうと思って老夫婦2人がね、ロバを売るために、まあ、町に行くわけですよ、うん、でおじいさんがロバに乗ってて、おばあさんはずっと押してたんですよね、うん、ほんだら、まあ、批判されるわけです、うん、おばあさん歩かせやがって、なんちゅうことをすんねんって言われたからしゃあないなっていうので、今度おばあさんを乗っけて、うん、おじいさんが歩いたんですよ、うん、ほんだら今度まだ男に歩かせやがって、女のくせにみたいなのだったわけです。確かにね、だからしゃあないから今度2人乗ったんですよ、うんうんうん、ほんだらロバがかわいそうやって言われた。あ、だからそうですね、でしゃあないから2人が降りて、あの降りてロバ を歩かしたら、ロバの使い方知らんのかって批判された。あ、もう何をしても批判されるんで。そういうことですね。そうですね。そしたらじゃあ自分が正しいと思うことをやりましょうよと。答えがないから、でもそれは、はい、もう確かにそうかも、うん、でもその私たち我々女性はやっぱり月に1回ちょっとこう調子悪い日あるんですよ。あるあるある。メンタルの調子が悪い時があるんですよ、はい、そうですね、ホルモンバランスがね。そういう時に嫌な分を見てしまうと本当になんかね、うん、もう嫌だ、ね、全てが嫌だってなるぐらい、うん、あるある、なるなる、やっぱね、落ち込んじゃう。その批判的なコメントを見れるメンタルの時と、そうそうそう、ちょっと今見たらまずいなみたいな時がね、うん、多分みんなあると思う。あるよね。じゃあもう大変やな。ほんまそれはシンプル大変やな、うん、マリジョーのコメントなんて比較的割と平和ですね。めちゃめちゃ平和というか、あ、そうなんだ、うん、日本有数の平和。いや、それはやっぱりマリアがすごいんだよ。いやいや、いやいや、ほんまにそうなんですかね。いや、Pさんが、いやいやいや、いや、いや、でも本当にね、すいません、マリアってすごいと思うんだけど、マリジョーは特にすごい。そうなんかな。でも P さんじゃなかったら本当にここまで見てくれてる人はいない気がする。あら、まあそういうね、嬉しいこと、うん、本当に本当にそう思いますよ。でもそのマリアのこのマリ城で考えたときに、うん、このキャバクラっていうのでなんか他の人がやるイメージが湧かないっていうか、マリアだからうまくいったなっていう、なんかそういう番組もなかったもんね。なんか結構新しかった、ね、ってか新鮮だったんじゃない。すごく替えが効かないというかさ。あ、いや嬉しい、そんな言ってもらって。いやだってこのなんかこの時代にさ、こんなにパチンコ屋さんに人を集めれるのって、うん、いやでもまあでもね、そのほんまになんていうんですかね、最初はまあほんまに20人とかそんな感じだったんですよ。いや本当に本当に20人来てくれた人に ねあの手渡しして、っていうところから確かに、で本当にこう徐々に徐々に徐々に増えていって、気がつけば階段駆け上がっていってっていうことなんで、だから僕はその普通の人がほんまに一気に売れていくっていうのを生々しく見れたから、まあほんまに良かったなと思いますね。貴重な時間だったなと思いますわ。ただまあそれも結局最初にほら恥ずかしいじゃないですか、こういう格好でいろんな人の視線にさらされて、まあそれでもやっぱりこうやり続けてたっていう成果ですよ。いや本当にね、ここは勝手に売れたんじゃなくて努力して売れた。いや本当にそう。なんかでもやっぱタイミングで今この年でこれをやってくださいってなったら無理だけど、確かにね、今はね、そうやっぱタイミングとその入ったばっかりっていう気合、うんうん、勢いとか勢いがあってよかったよね。その本当にそうですよ、まだ20代でしたもんね。何でもやりますっていうタイプだったから何でもやります、うん、そうやって言ってたもん、何でもやりますって感じだったから、いろんなタイミングが重なったかもしれないけど、ね、やっぱりマリアだからですよ。でもやっててよかったですよ、ドレミさんが来てくれるから、うん、マリジョなかったらさ、うん、共演することもあんまりさないわけじゃん。なんか共演させてもらえないよ ね NG なんかなと思ったもんね。いや私はやりたかったよ、私はドレミさんとパチンコ番組。私もやりたい。ブロックアームに関しては最後のゲストがタクやったんですね、はいはいはい、だからコロナ禍っていうよりもタクが悪かったんちゃうかなと思って。いやゼンツさんですよ、今一番人気のゼンツさん。いや大人気ですもんね、うん、ゼンツさん。まあまあまたいつかねタイミング見て復活できればできれば ねいいんじゃないかなと思いますけど、結構ね、うん、センベロクラブもお蔵入りの会とかあるんですよ。そうなんですか。あったね、どこ
った。何がダメだ、何がダメって聞いてるの、ぼったくりに、あのぼったくり居酒屋やったって。めっちゃおもろいじゃないですか。いや、本当にぼったくられたね、あれ。もうね、せんべろどころかっていう騒ぎで、うん、いや、おかしすぎた。あ、そうなんだ。某有名、まあ有名なところに行ったら、うん、そこが満室やったと。そうそう。で、その前に立ってる人が、あの、あ、もしよかったらいいの案内しますと。今こういうせんべろみたいな番組やってんねんけど、1000円で行けますかねって、あ、全然大丈夫ですよって言って連れて行かれたところが、うんうん、まあぼったくり居酒屋やったという。マジっすか。そう、だから満席で入れないっていうのを分かってて多分やってるのか。え、普通に昼間ですよね。いや、夜だったね。あ、その時は夜なのか。で、そのこと小鳥の餌に入れるお皿みたいなやつに入ってるもやしが600円とかね。やった。いや、どう計算してもその値段にならなかったんだよね。え、それはさ、言った？言うた。うんうんうん。え、言いましたっけ？言うて、うん、で、一回じゃあちょっとつって、あの、うん、消えていって、また戻ってきて、また見たらまたおかしいから、ちょっとこれまたおかしいやんとこれ飲んでへんしって言ったら、わかりますわ、また消えていって、やっと、まあギリギリ許せる値段になったっていう、うんうん、それでも腹立つけど、もやし食うてもうたからしょうがないやんか食うてもうた分に関して、しかも その時に結構夜だったから、私たち微調整に入ってたのね。あの、1000円までちゃんときっちりやらなきゃいけないっていう微調整だったから、ちょっとしか食べなかったんだよね。なるほどね。なのにかなり取られちゃったから。でも結構街でそんなことがあったわけですから、都会 で、うん、で結構、まあ、言われたりするわけですよ。センベロクラブで、うん、なんか、まあ、西成とか、うん、あの辺で飲んだら危なくないですか、怖くないですかって言うけど、全然、よっぽどそういうのが、いや、西成とか全然安全でしたね。え、マジそうなの、はい、都会の方が怖いですよちょっとおじさんに脅かされるぐらい、西成は。パーッ、違う怖さね、うん、違う怖さがあるわけだ。そして全然当たらない、まあ、全然319だからしょうがないんだけど、さっきが軽すぎて。そうだね。でもなんかさ、やっぱりマリアとさ、その来店とかさ、本当にごくまれだけどお仕事できる時あるじゃん。たまにね。あるあるある。やっぱり楽しくてさ、うんうんうん、あっという間だもんね。あっという間に終わるよね。なんかごめんなさい、めっちゃ普通な友情みたいな話しちゃったなんかシンプルな、ね、でも本当に、うん、でもさ、じゃあ例えば2人で番組をやるってなったらさ、うん、どういう番組がいい？いや、もちろん私パチンコやりたいけど、なんか、うんうん、変わる変わるでさ、マリアスロット得意だからさ、あ、なるほどね、教えてくれればいいじゃんって。いや、私も本当にパチンコで、うん、そのパチンコの仕組みとかも私あんまり正直本当分かってないから、うん、私は今日みたいに逆なのよ、それの。そう、今日みたいにこう隣で、うん、なんか指南してくれる役みたいな、うんうん、のですごいやりたいなってすごい思った。なるほどね、うん、私は逆にそう、マリアがこれが来たらいいんだよとか教えてくれたのを、ね、パチンコでね。で、やっぱりパチンコじゃない、スロットでね。パチンコ、パチンコばっかりだと、うんうんうん、やっぱりちょっとこう、確かに人気もないかもしれないけど、でもね、本当にパチンコって楽しいから。いや、わかるわかる。しかも、ドレちゃんがおすすめしてくれた台ってね、本当楽しいの。レイブとかもそうじゃん。嬉しい、嬉しい。そう。あ、一応5で。5。5は関係ないんだけど、うんうん、変身チャージが出てるから。お、タイランとか。お、え、なんかこういう風になる時があるの。知り上がりに来た。知り上がり。あ、ジャックか。ジャックはあんまり今ジャックはちょっと弱めなんだけど、でもわかんない。わかんない。でもわかんない。これでウルトラインパクトが来れば。これ来たらね、あるよね。全然ある。ここの光ってるところもね、赤まで行けば。なるほどね。ウルトラ。はい。お、あるあるある。そうだな、インパクト来たよ。これはそのままあのパーセントが直結する感じ。なるほど。あ、そうなんだ。ゾロメーカー78だったら大当たりの子。なんも。あるある。いけ。なんで。ママママママ。ママ。ママ。お母さん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 。でもちょっと知り上がったもんね。うん、そうそう。あともうちょっと欲しいぐらいだったね。あ、まあ赤
諦めのつくぐらいの。そっかそっかそっか、外れてもおかしくなかったってやつね、うん、え、なんでっていうような感じだったから。あと10分です。さっき30分って言ってたのに。でもなんか楽しい時間はあっという間なんですよ。北斗でさ、うん、当たってる時にさ、Pさん全然喋らんからさ、早終われと思ったんだろうなって思ってた。いや思ってたよ。一緒にまた同時で当たった時にそうそう、うわ、間違ったって言ってたけど、それ違うとか言ってたけど、いやでもさ、こんな時代じゃなかったらさ、うん、この後絶対打ち上げだったじゃん。いや本当だよ、確かに確かに、間違いない。それが切ないよね。切ない、もう店やってないからね。やってないから、それがないんで、もう僕は後泊するのやめましたもんね。後泊の旨味なしみたいな。なで確かにね、店やってなかったら ね店やってないもんね。帰るよね。ただただ寝るだけだよね。そうなんですよ。マリアは後泊？私は後泊にした。今からあの秘密の遊びを名古屋でするんじゃないですか。いやいや、何何秘密の遊びって。まあね、いろいろあるでしょう。名古屋が全部見渡せる超高層ビルで、あ、片手にワイン持って、ね、膝にシャム猫かなんか置いてワイン飲みながら猫撫でて下界を眺める。妄想がちょっとね古いんだよな。なんかちょっと古めだったね。バスローブみたいなんでもあるね。古いな。バスローブにワインは古いんだって。古いな。サムネコも古いんだって。お。今度こそこれで今日行きましたね。もう時間がない。SOS に行ってくれ。あ、ちょっと待って。何？行った？SOS 行ったんだけど、今1だったんですよ、テンパイが。はいはい。このまま1でいてくれたら大当たりの子。だけどもあの意外と3とかに変わってしまうことがあるんだよね。あ、まだ1のまま。あ、1だよ。あ、紫もちょっと待って、これあるある、あるんじゃないか。あ、ほらほら、3に変わっちゃった。あ、変わった。うん、こうなると普通にただ発展するだけってなっちゃうんで、ここで変えてくるってことは当たってない可能性があるのかなって思っちゃう。うちのままだったな。うちのままだったら大当たりの子でしたね。あ、まあここで、いやでもでもでしょ、でもでも、でもまあってなってくると、もっともっとチャンスアップが欲しい。あ、でもゼットンだからウルトラマン来ますね。あ、違う、ウルトラマン来ない。ごめんす、何も反応できなかったです。あ、来る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 。これはあのデッドンだったから。ウルトラマンは上から2番目、キャラがね、対応のキャラがいて。なるほどなるほど。いや、あるあるある。もしかしたらある。ゾフィーの次に熱い。インパクト、インパクト待ち、インパクト、うん、あるぞ。来い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 、お願い来い。ああ、ダメ。金カットイン。いや、これ外してるパターンかな。ダメ。もう期待させやがって。あ、ちょうど神戸大雄みたいな格好するし、チッキシャー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした？無事終了しました、はい、あっという間の夜。なんかあっという間だったね。そんなめちゃくちゃ喋ってたわけでもないかな。いや、喋ってないよ。喋ってないね、うん、いや本当にこんなにパチンコに特化した番組だったかって勘違いするくらい、今日当たりの絵がすごい見せれたんじゃないかなと思う。前半だけだけど、よかった。なんかプレッシャーっていうか、なんかそういうのも密かに抱えてたから出せないよね。あ、うんうんうん、でもよかった、よかった。マリアの番組で出せたことが嬉しい。いやいやいや、素晴らしかった。なんかね、深夜番組のパチンコ番組みたいなそんな感じがしたよねこんなに真剣に打ったかなっていうぐらい、すごい前のめりで途中から打ってたもんね。そうそうそう、もう喋んなかったもんね。喋りよりもなんか当たりを願ってしまってた。増やしたいっていうね。増やしたいみたいな。ただなんかそこはすごい落ち着いた空間があるからこそね。そうだね、本当にアットホームすぎて、なんかパチンコに熱中しちゃいましたね。そうやな、なんかこうなんやろ、近すぎてもう逆になんかあんまり、うん、
そうなの、聞きたいこととかさ、頑張らなくていいみたいな、聞きたいこととかさ、特にない、もうずっと喋ってるしね、っていうのもあるから。で、これ初めて会った時どうでしたとか聞くのもなんか変やしな。そう、ってなってくると、いよいよ。微妙な距離感だとそういうの聞けるんだけど、はい、近すぎて、でももう一回やりたい、なんかもう一回やりたくなっちゃった、すごい楽しくて、何やりたくなっちゃった、一緒にやりたいね、いやとしたらもうちょっと肌がどんどん広がっていくだけですよ、あーやばい、露出が、嘘、それはだったらいいやでないけど、一回だからやるって決めてそれだけ特別だったんですよ、今日は、あ今回はね、本当にレア回です、本当ありがとうございます、そんで出たままで出してもらって、よかったよかった、じゃあちょっと、はい、あの成績の方お願いします、はい、だいぶ削ってしまいましたが、はい、投資が1万ごめんなさい投資が1250玉、回収1万4400玉で、はい、プラスの1万3150玉、素晴らしい、1万発残したんだ、すごい残せたね、素晴らしい、当たらなかったけど最後すごかった、じゃあ私の方いきますね、投資が、1375玉、回収が3177玉、で定まが1800プラスの1802玉で、枚数計算枚数換算をしてプラス360枚で、2人で合わせてプラスの2990枚達成しました、ということでポイントが2990ポイント加算されるという、なんか少ないんだよな、なんかなんかあんまり反応できなかった、だってさプラス3000枚ですよ、約なんかドリームが1万5000ポイントとか言ってた、うん、いやって思ってたの、ね、だって勘違い、あいやいやちょっと勘違いですよ、それで言ってたら、ね、1万5000ポイントそうやねって言ってた、いやもうメインはパチスロ番組ですから枚数換算しないと、枚数換算しないといけないよね、行くでみたいな、もう達成するでみたいな、いやもう酔っ払ってんのかな思いましたよ、4K見なんかなと思って、違う、ね、確認したらそれで言ってたじゃん、達成した1万5000ポイント達成したなみたいな、来てよかったなみたいな言ってたよな、うん、でちょっとね私、うんうんうん、でもちょっと人来てくれたならそれも全てプラスになるなら、そう今日って達成するんじゃないっていう計算もう達成した気になってたよね、よかったと思って、うん、でも違うんです、違うんです、はい、喜び早いんです、私たちにはさ強い味方が応援ポイントというものが、はい、はい、ございまして、今日は129名の方に名刺を渡しいたしまして、ありがとうございます、応援ポイントが6450ポイントで、合わせて今日獲得したポイントが9440ポイントとなります、なので残り6000ポイントぐらい、あそうですね、だいたい約、次マリアが負け勝てば別にもう達成する、やっぱね、でも最後だからやっぱ勝ってこう気持ちよく達成したいですね、5万ポイントを ね確かにね、ちょっと応援ポイントでいけちゃうのかなみたいな、1ポイント足りないとかになったら呼んで、あの応援ポイントでさ1ポイント足りないとかになったらもうギリギリでもいけるから呼んで、あ、じゃあアス、あの妹連れてきて、ね、みんな連れてきて、お母さんとかお父さんも連れてきて、これでば5ポイントにはなるいけるいける、まあなんとか5万ポイントは意地でも行きたいなと ね思います、ラスト1回なので、いや今日は本当にもうちょっと喋りたかったけど、すごくあのパチンコの引きを強いドレミさんを見れて私は感動しました、本当に本当にね、なんか疑ってたもん、ね、謝れ本当にごめんなさい謝れ、誰や言ったの、本当にすいませんでした、いやもう、はい、ほんまに、あ番組でもちゃんと出せんじゃん、出せね、本当にもう序盤で証明してくれたということ で、ね、前は出せなくて泣きそうになってた、本当2人で泣きそうになってたから、泣きそうになってたもんね、いや今日は本当にいい展開だったね、よかった、本当に安心しました、安心した安心しました、本当によかった、ありがとうございます、そんなドレミさんが今出演する番組が虹ドレ海賊団、はい、まだまだねドレミさんの活躍、そうだね、見れると思いますんで、はい、ぜひともそちらの方も、はい、ぜひチェックしてください、見どころは何ですか、ちなみに虹ドレ、そうですね、見どころはまあ虹さんの可愛らしさと、私は結構おふざけでやってるんで、そのデコボココンビみたいな感じで、ね、出玉に関してはあんま期待しないでくださいって感じですね、うん、あのおっぱいの方は出してないですか、おっぱいは虹さんがちょっと前線に出したかな、出してないかなぐらいの、私は一切出してないです、一切ここはない、首までキュッてなってます、私はキュッとしますか、じゃあもうここ見られるのだからやっぱ出てないからそうそうやっぱりそう、やっぱりな、玉は出さないと、玉、うん、玉はないか、玉はまあ玉は持ってない、玉はないんだよ、わかんないけど、あ、わかんないけど、2個目、いやいや、玉はないしね、映さなくていいって言ったけど
ないしね。まあでもね、まあのれみさんのこれが見れるのはマニ城だけということで、いやそうしたい、はい、そうしたい、そちらの特典となっておりますのでね、最後までチェックしてくれてありがとうございました。ということで来週じゃない次回は最後になりますが、はい、はい、最後もチェックしてください。よろしくお願いします。今日はのれみさん来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい、はい、ここで、マリジョの方から重大発表ということで、はい、重大発表がございます、はい、マリジョをですね、3年前からマリジョというのをやらせていただいて、ね、最初はニコ生で1年間やらせてもらって、そうですね、生配信 でそれが番組になり、はい、2年間やらせていただきました。フォースシーズンでね、延長っていう風にいただいて、2年間やらせてもらったんですけれども、次回のマリ城で、本当のラストになります。はい、はい、マリ城としての五十嵐マリアが卒業ということで、そうですね、はい、もうファイナルと、ファイナルですね、本当の最後ということになります。寂しいですけどね。寂しい、はい、ただもう、まあ、目的としては、まあ、目標としては、はい、まあ、抽象的なかもしれないですけど、まあ、ナンバーワンとして達成はしてないよ。まあ、はい、でも、まあ、そうだね、むしろ足りないところがいっぱい見えたかなっていうのはあるんですけど、新人五十嵐マリアが、はい、マリ城を、まあ、初めて、ね、まあ、いろいろ、まあ、帰りを駆け上がっていくように、まあ、今はね、お仕事もたくさん増えて有名な女性になったということで、一旦、まあ、区切りといいますかね。そうですね、はい、なので次回がドレス姿が最後になるかなと、はい、思います。もうね、これを言ってるだけで泣きそうになってしまうので、それはもう次回に取っておいて、まあ、集大成を皆様に、ラスト見せれたらいいなと思っております。あと P さんとのコンビもね、最後になるのすごくなんかちょっと切ないというか、なんかいろんなね思いがありますが、いやもう最後笑ってね終われるように。次回は、はい、ゲストはないです、まあ、限定に変えて、ね、はい、最後なんで、まあ、2人きりに戻りましょう。マッツマンで、はい、マツマンで、いろんなことを、今までのことをお話ししたりとか、ね、振り返って、はい、はい、もう思い出深い番組なので、私も B、ね、さんもそう思ってくれてると思うんですけれども、はい、まあ、そういうのをね楽しみながら、そしてポイントを達成して、最後皆様に恩返しができるグッズをね、ちゃんと作成して最大人数30人にお渡しできるように頑張りますので、最後までご指名よろしくお願いします。ありがとうございました。